はい、知多半島サイクリングロードのパート6です。歩道を兼ねた自転車道を走行中です。お、あれは。あの高架の道路は知多半島道路かな。そうですね、間違いなさそうです。さあ、どうなる。ありました、標識。予想通り、ここから知多半島道路沿いになりそうです。ちょっと走りにくい路面だけど、アスファルト路面になった。この方が走りやすいですね。本当に知多半島道路沿いですね。せっかく専用道になったのに、ちょっと疲れてきてスピードが上がらなくなってきた。以前尾張広域緑道の時に紹介したように、自分が乗っているのはラレーのカールトンというロードバイクなのですが、ロードバイクに乗っているからといって速いとは限りません。自分のようにゆっくりとしか漕げない人もいるのです。しかし、こうして自動車専用道路に沿って設置されている自転車道は初めてじゃないでしょうか。トヨタ安城自転車道の時に少し言いましたが、こういう感じで東名高速や他の高速道路沿いにも自転車道を設置し、サービスエリアやパーキングエリアも利用できるようにすればいいと思うんですけどね。カーボンニュートラルとか言ってる時代にまさに合ってる気がするんですけど。
それにしてもやっぱり利用者は少ないですね。自動車専用道沿いの設置は変化が少ないのがちょっとマイナスポイントかな。のどかなところですね。知多半島道路を車やバイクでしか走ったことのない人も一度自転車でここを走ってみたらいかがでしょうか。あれ？自転車道だけ下るの？知多半島道路をくぐるのか？反対側に行くのかな？
やっぱりそうですね。はい、というわけで今回はここまでとします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。